お元気ですか？ペルシアンでございます。今回はユーズドポールカードシリーズ横浜 DeNA ベイターズ2022のトレーニングカード後編の6袋開けたいと思います。それでは早速ね、開封していきたいと思います。まずは後編の1袋目でございます。ソト選手、佐野選手、東選手、坂口選手、上里選手で、山崎選手の金箔サインカードでございます。2袋目でございます。山崎選手、宮崎選手、マック選手、三島選手、小園選手に、こちら、坂口投手の金箔サインカードでございます。3袋目でございます。森選手、大津選手、柴田選手、大貫選手、大和選手、伊藤光選手でございます。4袋目でございます。こちらね、三島選手、小園選手、ソト選手、佐野選手、森選手で、大和選手の、これはポストカードでございます。5袋目でございます。大貫選手、大和選手、伊藤選手、山崎選手、宮崎選手、で、桑原選手の金箔サインカードでございます。で、後編ラストの、6袋目でございます。牧選手、三島選手、小園選手、ソト選手、佐野選手に、で、最後、これは大和選手の金箔サインカード付きでございます。以上で横浜 DeNA ベイベイターズ2022トレーニングカードの開封動画を終わりたいと思います。
今回はね、直筆にカードは出なかったんですが、前編の方でね、ボールカードが出ましたので、非常に良かったなと思っております。またこういったね、開封動画をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。